1本の竹で1本の型になってますから、でこれがもともと1本の丸い竹なんですよ。で割った通りに骨を割りまして、割った通りにつないでいくんで、こう出来上がった時にこうピタッと綺麗に収まるというふうになってるんですね。ですから必ず竹の元あった姿に今戻してあるように作っていくんですけどね。で僕はやっぱ若さ見た時すごい綺麗やと思ったんですね。美しいと思ったし、だからそう思える人は他にもいるんじゃないかっていうところからスタートしてるんですよ。